車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト土屋パフォーマンスです。今回はボンドショップ大阪でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは浅井店長です。浅井です、よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら、やってきました、新型アルファード。アルファード、あのまだ全然納車進んでないですよね。そうですね、6月に発売されてちらほらと納車始まってますけど、まだまだ、お待ちになってるオーナー様もすごい多いと聞いてますね。これかなり早い方のロットっていうことですよね。そうですね、早い方の納車で、まあブレーキキャリパー等を測定させていただいて、まあホイールとかカスタマイズを今回させていただいたような感じになります。ただ注目度半端ないっすね。なんか最初にオークション出したらなんか全万いったとなかなかね、そういう意味でも注目というか話題が絶えない新型アルファード。でもまあ皆さん、ね、大人気のお車なので、まあ、弊社のオーナー様の中でも、まあ、ご家族用にですとか仕事用にですとか乗られてる方が多い車種でもありますよね。そうなんですよね、あの結構イメージ持たれてる方だと、ボンドで国産車は入庫できるのとか、入庫することあるのなんて時々言われるんですけど、実はあの国産車、特にアルファードの入庫ってめちゃくちゃ多いですよね。もうトップクラスじゃないですか、多分。そうですね、まあ、なかなかねそんなにご紹介する機会はないんですけれども、それでも今回ね新型が、納車されて、まあ、オーナー様の許可もいただきましたので、まあ、新型、アルファードのオーナー様に参考になる話でもさせていただければなと思いますね。うちの場合ちょっとアルファードのその入庫だったりだとかカスタマイズって世間一般で言うと少し違うかなっていう、まあ、やっぱりホイールと足回りがメインになるのかなという印象が多いですね。あとはまあ電装系とかね、その辺が多いかなという印象になります。やっぱり欧州車、普段乗られてるそのスーパーカーとか欧州車の方を結構こうしっかりがっつりして、ね、割とこう普段乗りに使われてる方っていうのが圧倒的に多いですよね。そうですね、なんで今回ご紹介させていただくのもその普段乗りでカスタマイズした車ということで、浅井店長のその普段乗りならではのアドバイス的な、まあそうですね、まあ保安基準とかね、その辺いろいろ気になることがありますのでご紹介いただければと思います。で外装に関してはあのほぼ、まあ、ノーマルと言っていいのか純正チューンと言っていいのか、ね、はい、モデリスタのエアロがついて、なんか特になんか車外のすごいバキバキのエアロがついてっていうのも特に、まあ、うちはだってモデリスタの入庫率が多いんじゃないですか。圧倒的ですよね。多分、ね、ね、その辺はもうディーラーさんで新車の時につけるオーナー様が多いかな。で今回ご紹介させていただくこちらの車にはタイホイールが交換されていると。そうですね、弊社でも大人気のボッセハイブリッド 4G シリーズの HF40 ですね、の方を装着させていただきました。アメリカのホイールメーカーボッセ でシリーズ的には単造というよりかはフローフォーミングのシリーズになりますね。デザインの自由度は下がっちゃいますけど、 その代わり価格帯的にも抑えられてて、価格帯的に抑えられてますし、まあ、カラーとかも選びますし、あとオフセットとかねサイズが結構選べるっていうのが最大のポイントなので、まあ、今回ご存知のようにアルファードって PCD が 114.3 から120に、え、そうなんすか。あれ知らなかった。え、知らなかったっす。 114.3 から120の5欠に変わったので、あれレクサスとか、レクサスは、LS が120だったけど、はい、LS がビッグセダンのサイズってことですか。じゃあそうビッグセダンのサイズで120に今回変わったので、30系のアルファードのホイールがもう全部使えない。あ、そうなんですか。そうそうそう、スタッドレスとかもね含めて使えない。で国産でご存知のように120のピッチのホイールって少ないでしょ。はい、確かにここの直径でしたっけ、直径が120ですね、はい、それが今回ちょっと広くなってる。そう、114.3 から120になりました。だから選べるホイールもすごく少ないの。はあ、そうそうそう、国産120ってまだ少ないですもんね。少ない。でその辺がボセだとちゃんとラインナップとしてある。そう、ワンピース、やっぱワンピースの方が1インチでも大きく、はい、リムが合ってしまうとやっぱり確かに見えてしまうので、やっぱり1インチでも大きく見せたいっていうので、こういうワンピース PCD が選べて、さらにサイズオフセットが選べるっていうのはやっぱりこのボッセだとか、まあ、単造ホイール 4G 系のメリットと言えるかなと思いますね。で今回はこのボッセのハイブリッド 4G っていうことで、いわゆるその削り出しの単造じゃないんですけど、うん、重量も非常に抑えられたホイールになってるんですよね。ある程度ね、まあ、ノーマルよりはちょっと重たかったですけれども、あのそんなに、びっくりするほど重たい感じではなかったので、ノーマル比わずか3キロぐらいアップで、3キロアップですね、はい、これをさらに改良を求める人は単造だとかそういうホイールを選んでいただければこちらからもお勧めできるかなという感じですね。だからこれが2ピース3ピースの21インチ22インチ重たいよね。なおかつメッキのホイールなんて言ったらもうめちゃくちゃ重たくなるじゃないですか。そうするとやっぱり燃費もそうだし、うん、ハンドリングにも影響出てきちゃうんで、まあ、まさに普段乗りだったらベストな選択じゃないかと。 でこれ多分見てる方は21じゃないですかとか22も入るらしいんですよとかって思ってる方もいらっしゃると思うんですけど、ここのサイズ感がミソなんですよね。ノーマルが18インチだったので、はい、
ノーマルが225の6018だったので、まあ、オーナーさんと決めて、まあ、そこまで上げる必要ないということだったので2インチアップの今回20インチにしました。モードリフターもね20インチなので、まあ、大体20から21インチが、まあ、大体つけるオーナー様が多いかな。そして、まあ、一番大きいサイズを求める人は22インチになってくるかなっていうのが、まあ、アルファードの今後のトレンド、アルファードベルファーニアのトレンドになってくるかなと思いますね。ただ、22にすると、まあ、弊害とまではいかないですけど、そうね、タイヤサイズが、タイヤサイズとか、タイヤの銘柄がどうしても少なくなって、はい、きます。これが、245の、45の20というタイヤサイズなんですけれども、これだと純正とねほぼ一緒の外径730ミリ直径なんですけれども、22インチになると2453522か2553522、この2種類しかなくなってくるんですけど、出てるのが多分日東とピレリぐらいしか出てないのよ。245が日東で255がもうピレリ、もうその2種類しかなくなって、ほぼ選べないんですね。ほぼ選べない。ただやっぱり荷重指数、これ、はい、これもう一個重要なとこですね。車重2200キロあるので。そんなあるんですか。そう、びっくりしましたね。はあ。だから前のアルファードとかも比べても200キロぐらい増えてますし、やっぱり荷重指数を気にすると2553522っていう風になってくるので、荷重指数っていうのがこのタイヤが受け止められる重さの数字ですよね。数字、まあ、これを空気圧とかで調整するですけれども、はい、やっぱり22インチにすると99になるので、はい、結構エアパンパンに入れないと、8とか入れないとねやっぱり怖くなってくるので、22インチするときは、まあ、タイヤの銘柄が選べないのと空気圧もちょっと高めになるので、まあ、乗る心地重視だと20から21になるのかなと思ったりします、ね。で今回入ってるのがこの103っていうのが荷重指数、ね、これ表に当てはめるとどれぐらい空気入れるとどれぐらい重さが耐えられるかっていうことなんですけど、す、ね、純正がだいたい1本700キロぐらいくらい、そうだね、はい、支えられる設計なんですよね。 だそれに見合ったエアーにしても、だいたい 2.4 キロぐらいでじゃあ十分かなっていけちゃうということで、だから乗り心地も大きく変えない、使い勝手も大きく変えないっていうことで今回あえての20インチだったね。今回はあえての20インチを選びました、はい、まさに普段乗りだったら、まあ、20がマストサイズ、マストサイズかなと、まあ、もちろん21、22もこういうことに注意すればあの装着はできますので、その辺はもう、マッチング持ってますのでお声掛けいただければなと思います、はい、そしてその辺もあるんで今回車高はなんとノーマルということで、でもこれはね、あの将来的に一応音あの作品の出ればね、はい、出ればですけど、まだ出てないんですよ、ま、4駆だしハイブリッドだしまだ出てないので、なるほど、これが出ればねちょっと下げたいなと思ってますね。ということで現状ノーマルですけど、でも全然ノーマルでも、まあ、ほんのちょっと下げるぐらいなんで、はい、出ても、はい、車の使い方的には全然そうです、はい、あんまり下げすぎるとこう頑張ってる感出てくるじゃないですか。そうですね、ありますから。であともう一つはこれ、はい、あの、はい、空気圧センサー、センサーランクルとかだったらねついてるんですけど、アルファードとかプリウスとかはまだついてないので、やっぱりこのさっき言ったようにオーナー様ゲレンデ乗ってたりだとかポンチ GT 乗ってたら全部ついてるじゃないですか。確かに。そうするとやっぱり不安じゃないですけれども、うん、心配しなくていいことになりますからね。なんか、夏で暑くて高速道路のバーストとかよく言われるじゃないですか、はいはい、やっぱり空気圧の管理というのは大事ですので、まあ、後付けではありますけれども空気圧センサーを装着してます、まあ、これは、まあ弊社とかねそういう空気圧センサーよくついてる車種を扱ってるからこそ、まあ、提案できるメリットかなと。でこれ逆に何でもついてない車にはついてない車にはたださっき言ったように、はい、組み付けの2ピース3ピースだと L 字ステイだったりするので、やっぱりホイールによっては、まあ、これもそれもねこういう1ピースのメリットだったりします、ね、なるほど。じゃあホイールとの相性もある、相性もあります。ステップリムとかワンピース、その辺はねまた相談して、浅井店長だったら知識があるんで、あれそうです、いけますよとか加工必要ですよとかっていうのがアドバイスできるということで、あとはやっぱりそのタイヤね、途中でつけるっていうのはやっぱタイヤに負担がかかってしまうので、やっぱり、こうやってもう組み込むときにつけるような感じ、はい、だから途中でつけるっていうのはねあんまやっぱお勧めできないので、確かに一回向かないと、そう向かないとっていうのはやっぱりタイヤにね、はい、あんまよく扁平率は特に良くないので、確かに新品にタイヤホイール組み込むときにつけさせていただければという感じですね。あとはまあやっぱり、これ結構皆さん聞かれるんですけれども、はい、ディーラー入れるのみたいな。ああ、なるほど。これ、まあ、これはアルファードだけではなく、すべてのあれに関してなんですけれども、ディーラー入れるのっていうのがあると思います。で、ディーラー入れるかどうかの大きなポイントとしては、まあもちろんその、ホイールがちゃんと適合してるかどうかってもあるんですけど、ね、一番でかいのはやっぱりはみ出しかなと。はみ出しですね。はみ出てるかどうかね、はい、結構上がはみ出てなきゃいいんでしょうとか言われる、はい、そうなんですよね。よく誤解されるのは、上から見て、ここが、はみ出てなければ OK っていう風に誤解されてるんですけど、実はそうじゃないんですよ ね、 そ う、 ですね、そうじゃなくて前30度後ろ50度という規定がありますね、はい、このホイールを中心に前30度後ろ50度のこの範囲が
はみ出てるかどうかっていうのが重要になってきます、はい、だから結構欧州車なんかだとリアにこうちょびっとしたセンターがついてるのがそれを適合させるためにそういうパーツがついてるケースもある。その通りですね。でその30度50度ってなかなか分かんないじゃないですか、はい、その時に登場するのがこの浅いアイテム、はいはい、こちらがなんと専用 の, そのタイヤのはみ出しを測定する器具ということで、はい、ちゃんと車検確認を。でこのあなるほどだこの棒がもう30度50度 で, そうです、ねはい、設置されてるわけですね。でここまでの間に出てなければいいの、はい、だ正直ここが出てもいいの、はいはいはい、ここが出ても大丈夫。ここのエリア、ここのエリア、はい、このエリア、このエリアがフェンダーから、はみ出てなければ OK ですよというそういう、法律ですね。だここのこの機械を当ててあとは糸を垂らしてこの缶を見ればいいわけですね。そう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 、はい、で出てなければ、大丈夫よということになってます。出てなければ出てないですね、問題ないですね、はい。で後ろはここまでってことですか。後ろはここだから後ろ50度の方が結構厳しいですよね、はい、基本的にはフェンダーがラウンドしてたりするとラウンドしてたりするんで、はい、まあこれもでも大丈夫ですね。これでもほら結構ギリギリでしょ。確かに見た目よりも結構きついでしょ。確かに確かに絞られてますからね。絞られてるのでね見た目、はい、思ったよりも結構厳しい、はい、だからここなんでね、ここなんでここですね、ここのラインですね、はい、ここのラインがこれでもほら 2,3 ミリ、まあ、そうですね、5ミリもないでしょ、はい、なので結構後ろ50度は厳しいです。で世間一般のつらい1とその保安基準的なつらい1は結構ギャップがあるよ。そうギャップがありますよ。ここがね結構皆さん勘違いされるので理解していただきたいポイント。かつあともう1個なんですけど 2,3 年前ご存知の通り、はい、2,3 年前に法律が変わりまして、はい、タイヤが最外側要はタイヤが一番外側になる場合に関しては10ミリ未満までははみ出てないものとするという、まあ、また条文ややこしい一文ですけど、はい、要は10ミリ未満 9.9 ミリまでタイヤがはみ出している分には OK ですよと、まあ、そういう法律に変わりましたので3年ぐらい前ね。なので、まあ、これはねタイヤの方が勝っているのでもちろん大丈夫ですけれども、ホイールが勝ってるね、引っ張ってたりする車だと、うん、リムがこう出ちゃってたりするとそう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 、もう1ミリのアウトも許されない。許されない、だからだいぶ厳しくなります。なるほど。だからこれはタイヤが勝ってるので正直もうちょっと出してもいけるんですけれども、ディーラーによってはやっぱり自社基準っていうのがありますの です、ね、法律的にはね大丈夫だったとしてもタイヤが出てるんでダメですってやっぱり言われることまだあるので、3年経ってるのに。あと保安基準とディーラー基準ってまた別ですからね。そう違うんですよ、はい、こっちの方がきついので、ね、本当こっちに合わせるよ、はい、そうですね本来はそういうあるべきなんですけど、やっぱり変えてる以上、はい、そういうのはまあ改造車ジャーナリストとして声を大にして、やっぱり合法なものをやってる以上は合法、要は車検のちゃんとした、ね、うん、法律に皆さん法の世の中ね変えていってもらえるように世の中が動いてくれればなと思ってます ね、はい、続きまして、はい、もうアルファードといえば外せないことがもう一つあるじゃないですか、はい、やっぱり盗難対策です、ね、めちゃくちゃ多いみたいですね。らしいですね、まあ、アルファードに限らずランクルとかもそうですけど、最近のトヨタ車はやっぱりキャンインベーダーだったりだとか、まあ、ミリアアタックとかが多いですので、はい、まあ、それを防止する盗難アイテムをご紹介していただきたいと思います。でこれですね、見えるように、はい、ここにあるのがオーサーアラーム、オーサーアラームの商品名としてはイグラ2プラスという商品になりますっていう盗難防止の機械がついてると。あの浅井さん、そこは僕に任せてください。お願いします。何を隠そう、私あの車両盗難のこういう機械をつける仕事を、まあ、約10年近くやってたんですよ。でボンド、ガレージに入る前にやってたんだよね。はい、でちなみに1ブランドですけど日本で2番目に売ってました。すごい。一番売ってたのは名古屋店の飯村店長、飯村店長が売ってたんだよね。車両盗難に対しては結構強いです。なるほど。というわけで今回これがついてる、はい、で一番簡単なのというかセキュリティすごい難しいような感覚あるじゃないですか。です、ね、うん、ただ今のやつってすごく簡単なんですよね。なんかデジタルセキュリティ操作側はですね、操作側は本当にリモコンを持つだけですので、はい、こういうリモコンがありますので、リモコンというかもうタグっすよね。タグですね、はい、持っておけば同期してかかるようになります。ただこれを持ってないとかからないと、かからないので、はい、まあ、要は、移動動き出すことができないというセキュリティですね。だからいちいちなんか操作したりとか設定したりっていうのが全く必要ない。そうですね、もうタグがあるなしでエンジンがかかるかかからないかっていうことなんで、ちょっとこの後その動作を見てみたいと思います。まず最初タグがある場合、はい、タグがある場合、はい、でエンジンかけます。まあ、ハイブリッドなのでオンになればこうレディ、進む状態になりますね、はい、当然普通にかかると。かかります、はいはい、そして続いてこのタグを これですね、これ、はい、これをこの電波を遮断する袋です、ね、はい、これ最近あのスマートキーしまっとくようにありますよ ね、はい、これに入れるとどうなるか、
このレディにならないので、あ、なるほど、キーオンの状態までしかいかない、そうなんで、動き出すことができないで、ドライブに入らないんですよね。だからこのタグを持ってるだけでいいということで、そう、タグを持ってるだけでできます、はい、なので、後付けのイモビライザーとしては一番売れてる商品ですし、一番、シンプルですけれども盗難防止にはすごく役立つ商品かなと思います。でこんなのもボンド大阪で取り付けができちゃうということで、これはですね、一応認定ショップになるために講習受けないといけないらしいんですけど、はい、大阪店、宮永を、うちのメカニックを活かしましたので取り付けも可能ですし、もうランクルですとかプリウスですとかアルファードとか何台も取り付けてしてますので、一緒にですね相談していただければと思います。国産車のその盗難が心配されるような車も大体こう取り付けができちゃう。そうですね、大体国産メインで、外車はね結構ちゃんとしたイモビライザーが入ってますけども、トヨタのイモビライザーはね、結構脆弱だったりしますので、もう一旦この、後付けのイモビライザーをすることで、より、盗難効果が上がるかなと思います。じゃあ最後になりますけれども、今回も本当に普段乗りの、普通 YouTube で紹介するんだったらこうもっと派手なのとかこんなのやりましたっていう感じが多いと思うんですけど、うちならではの、そうですね、はい、普段使いしやすいこのアルファと、こういったいじり方もできますし、あとは本当に欧州車のスーパーカーと変わらない、もうバッキバキのも、やろうと思えば全然できますよね、はい、なんでご相談いただければ、その保安基準だったりを踏まえてご提案できると思いますので、はい、ぜひ浅井店長にご相談ください、はい、というわけで各種 SNS のフォローとボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me.